トルガルのこと？カローンに詳しく聞いてみるか。引っかかること？まずはブラックソーンと話してみるか。困ったこと？ゴーチャに話を聞いてみよう。カロン、手紙を読んだ。トルガルのことで気になることがあるようだな。ああ、そうなんだ。ここ最近、好物の骨をおやつにあげても食いつきが悪くてね。食事自体はしっかりするし、具合が悪いわけではなさそうなんだが、今までこんなことなかったからどうにも気になっちまって。あんた、ちゃんと面倒見てるのかい？そのつもりだが。どうなんだ、トルガル。そういえばこの子、兵糧って言うんだったね。ああ、そうらしい。確か、おやつに興味を示さなくなったのも、その兵糧がどうとかって話してた頃からだ。だとしたら、何か関係があるのかもしれない。ハルポクラテスに相談してみよう。ああ、頼んだよ。ハルポクラテス、トルガルについて相談がある。どうかしたのかね？最近好物の骨を与えても食いつきが悪いとカローンが心配しててな。兵糧の力に目覚めた頃からのようだ。何か関係があるんだろうか。おそらくその影響だろうな。犬や狼が骨を好むのは狩猟動物の習性だという。中でも兵糧は骨から獲物の力を取り込むという伝承もあるくらいだ。もしかしたらただの骨では物足りないのかもしれん。試しに強靭な魔物の骨を与えてみてはどうかね。そうだな、例えばエルダーアンテロープという魔物はどうだろう。草食の魔物ながらたくましく気性が荒いことで知られている。時には人を襲うこともあるほどにの。そいつがいる場所はわかるか？本来は山奥に生息する魔物で人前には姿を見せないのだが、最近クレシダハイソンのあたりで目撃されたようだ。人がいなくなり格好の住処となったのだろう。なるほど、ありがとう。早速そいつの骨を取ってくる。うん、健闘を祈るよ。
ブラックソーン、ちょっといいか。なんだ、今忙しいんだが。オーガストから手紙をもらってな。あんたがやる気を取り戻した後も苦しそうな顔をしていると。まだ引っかかってることがあるんじゃないかと気にしていたようだった。何かあるなら俺に話してくれないか。あのおせっかい野郎め。見抜かれてたなら仕方ねえ。実はな、あの時カローンが仕入れた商品の中にもう一つ気になる一級品があったんだ。それは一見すると不格好な片刃の再建だが、その刃は見たこともないほど研ぎ澄まされていた。鋭いってもんじゃない。あの剣で切られようもんなら、下手すりゃ切られたことすら気づかないかもしれん。そんな剣がどうやってあんなものを生み出したのか、それがどうにも気になってよ。ブラックソーン、その剣のことが分かればこれからの仕事にも活かせるか。それはそうだろう。なら俺が調べてみよう。あんたにはいつも世話になっているからな。それにいい武器が揃えばその分みんなも助かるはずだ。クライブ、改めて頼む。片刃の再建のことを調べてみてくれ。ああ、わかった。剣を仕入れたのはカローンだったな。また話を聞いてみよう。カローン、話がある。なんだね。先日仕入れたという武器について教えてほしくてな。なんだ、またその手の話かい。ブラックソーンが言うには不格好な片刃の再建ということだったが。ああ、あの剣のことか。あれは外大陸で作られた舶来の品でね、収集家から頼まれて仕入れてたんだ。とっくに売っちまって残ってないよ。誰に売ったのか教えてもらえないか。客の話をするのは気が引けるが、他ならぬあんたの頼みだ。何か事情があるんだろう。いいさ、教えてやる。イグナーツっていうダルメキアの豪商さ、武器の収集家として商人の間では名の知れた男でね、今はダリミル宿場に滞在してるはずだよ。ありがとう、カロン。やつはなかなか気難しい男だ。会いに行くなら気をつけな。そうしよう。来てくれた、クライブ。ゴーチェ、手紙の件だが。静かに。オットーさんに聞かれたら大変だ。それで困ったこととは？それが、帳簿の整理をしてたら、隠れ家の借金を返しきってないことが分かったんだ。どうも計算が合わないと思ったら、俺が額を間違って記録してたみたいで。とっくに返済してたと思ってたのに。こんなことがオットーさんにバレたら何を言われるか。なんとか内密に処理したくてな。それでクライブに手伝ってもらおうかと。内緒話ならよそでやるんだな。オットーさん、帳簿の計算が合ってないのを俺が知らないとでも思ったか。そのうち相談に来るかと思って様子を見てりゃ、よりによってクライブに頼んで内密に片付けようとするとは。困ったことがあったらまず俺に報告しろと言ってるだろう。それで借金はあといくらだ？ナーサさんとノースリーチのマダム、それにカローンさんから
それぞれ500万ギル。隠れ家を再建するときに借りた金か。すみません、俺が返済は全部終わったって伝えてたもんだから。いや、金の貸し借りなのにちゃんと見てなかった俺も悪いんだ。どうする？金の話ならバイロンおじさんに相談する手もあるが。ロズフィールド卿からはすでに多大な寄付をいただいてる。さすがにこれ以上は甘えられんよ。それに俺たちの借金は俺たちで返さねえと。そういったことはオットーに任せっきりだったな。俺にもできることがあれば協力しよう。なら一つ頼めるか。こいつをマーサとイサベルに渡してくれ。これは？もしもの時のために俺とシドで用意してたものだ。その宝石一つで1000万の価値がある。500万ギルをすぐには用意できないが、金の代わりにそいつを利息込みで受け取ってくれないかと。ああ、届けてこよう。すまないな。本来なら俺が頭を下げて回るべきなんだが、荷物の整理やら石の剣への指示やら仕事が立て込んでやがる。気にするな、俺たちの借金だろ。ゴーチェ、カロンにはお前からしっかりと渡しておけ。わかりました。それじゃあ頼んだぜ、クライブ。巻き込んじまって悪い、クライブ。気にするなと言ってるだろ。そう言ってもらえると助かるよ。二人に渡したら俺に伝えてくれ。わかった、そうしよう。よう、クライブ。巻き込んじまって悪い、クライブ。マーサさんとマダムに宝石を渡したら俺に伝えてくれ。さあ見てくれ。じゃあな。